ガキンやったかバンドです。ついにまた作ってしまいました。このベールゼブフを作ったか、まあ、ついにこれ、まあ、ちょっと名前言いづらいんだけど、ベールゼブフをっていう、まあ、カエルだね。カエルのサドルを一応作ったんで、ちょっとカエルを捕まえていこう。いないかな、ここら辺。確か前回っていうか前見つけた時ここら辺にいたんだけど、ちょっとこういう深いところにいたんだよね。どこだ、まあ、ラプトル結構いるな。いないな。でも確かゲコゲコってカエルの声が聞こえるんだよね、近くにいたら。でもまあそういうの今のところ聞こえてないけど、ここら辺にはいないのかな。全くいないな。まあ、一通り見てみたけど、湧いてないのかな。ここら辺はもういなさそうだし。あれ待って、あれなんだ、馬が飛んでる。なんだあいつ、ペガサスかな。おお、ペガサス。これ珍しいんじゃない？餌とかはどうだろう？襲っては来ない。けど餌もあげれないのか。じゃ、気絶させないといけない感じかな。安全に狙えるように、ちょっとトラップ作っとこう。トラップっていうか、檻だね。ちょっと急いで作るか、檻を。よしよし、こんな感じで。まあ、あるゲンを捕まえた時みたいな感じで。よし、とりあえずなんとか急いで、まあ、雑だけど、作りました。ちょっと、まあ、どっか行っちゃうかもしれないからね。あ、でもいるいる、近くにいる。どうだろう、攻撃したら、こっち寄ってくるかな。あ、でも逃げる感じか。いや、これ結構手強いぞ。逃げるってことは、あのトラップの方に、こう、おびき寄せれば、いけるはず。ここから、ま、攻撃をしといて、そうすれば向こうに逃げるから、よしよし、いよいよ。いや、でも方向が、お、いいねいいね、そこまっすぐ。そうだ、そこまっすぐ行くんだ。トラップに、はまってくれ。頼む。いや、ちょっと曲がっちゃうねー。これ結構難しいぞ。向こう行っちゃうか。あ、待って待って、2匹？もう1匹も湧いたんだけど。ここら辺ペガサス湧くのか。このまあダンジョンの近くだけど、珍しそうな生き物なのに結構湧くんだね。ちょっとブロックで囲えないかな。まあ無理があるけど、なんとか捕まえたいけど、捕獲レベル高すぎるな、逃げるって。確かダンジョンで手に入れたアイテムで、ま、フックがあったと思うんだよね。ま、動物を引っ掛けるようなアイテムなんだけど、それちょっと使ってみよう。どうだろう。フック、これか。これ3個。3本だけど、よし。一応クロス棒にセットできた。さあ、これでまあ引っ掛けて、なんとか罠のところまでおびき寄せよう。3本しかないから絶対に外せないんだよね。あ、でもこいつ、待って、こいつならいける。今チャンスだ。落ち着いて、こっから狙っていこう。これで確実に当てたぞ。引っ掛けたぞ。これで、罠のところに、おびき寄せたいんだが、やばい！引っ張られる。こいつ強いぞ。こっち来い。もう少し近い。おいおいおい。よしよし、来た来た。来てる来てる。いや、来ない。ちょっとやばいな。檻までもう少しなのに。いや、こっちに、来ない。逆方向に向かってる。引っ張る力、向こうの方が強いようだね。なんとかいけないかな。ダメだ。
人間の力じゃ無理がある。仕方ない、こっからじゃブロックで囲うか。どうにか止まった瞬間を狙って囲おう。そう、落ち着いて。止まったら一瞬でブロックを。よし、今チャス。よし、どうだ。いや、ダメだ、すぐ動く。待って、もう一つのトラップある。完璧なトラップある。さあ、こっちだよ、こっち。逆方向行っちゃうな。でもブロックでなんとか人間が挟まるように、こう設置すればダメかな。ちょっと難しいぞ。フックつけたままだけど、弓矢で狙えるのかな。ちょっとそれ試してみよう。もしかしたら外れちゃうかもしれないけど、さあやっていくか。待って、まずセットしよう。まずこっちにセットしといて、さあこれでどうだ。外れてない、外れちゃうのか。やっぱあともう一匹いるね。よし、急いでフックつけとこう。フックをもう一本つけたぞ。よし、おっと、飛び回った。フックつけたまま飛び回ってるよ。これどうやって捕獲すればいいんだ。おっと、鳥来てる。鳥、やめて。うわ、外れた。やめて、ちょ、死んだよ、おい。あ、でも襲われたらフック外れちゃうのか。お、近くにいる、近くにいるんだけど、とりあえずもう一つ巨大な方のトラップ作りました。このま巨大な檻だね。ちょっと地形を利用してこんな感じで、まあ、暗くて見づらいんだけど作りました。これどうだろう。もうちょっと広げとくか、入り口を。その方がまあ入りやすいと思うから。なんとかね、もう誘導してこう檻に入れるしかないんだよね、捕まえるには。あれ、どこ行った。近くにいたんだけどいなくなっちゃったな。いたいた、飛んでる。あ、でも夜だと角が光って分かりやすいね。一旦まあ攻撃して誘導させよう。なんとかそれで檻に入れたいんだけど。よし、いや、そっちじゃない。ちょっと、あ、でもいよいよ、よしよし、その調子で。いや、でもちょっと行き過ぎだな。行ってほしい方向になかなか行ってくれないんだよね。すぐそこなんだけど、ここで攻撃して、いや、今度そっち行くのか。そっちじゃないんだよね。そっちじゃないんだよ。明るくなってきたな、だいぶ。どうしたらいいんだこれ。奇跡起こるのを待つしかないのかな、何度もやって。でもこのペガサスの習性なんとなく分かってきた。今こうやって逃げてるけど、まあ、必ず、こう戻るんだよね。このダンジョンの方に。どんな方向に逃げても、必ずここ、ダンジョンの方に向かっていくから、まあ、この上に、巨大な檻を作ればいいんじゃないかな。よし、じゃあ作っていこう。なんとかあれから結構時間かけて、完成しました。それがこちらです。雑でなんか見た目悪いけど、まあ、なんとかこういった戻ってきたら中に入れちゃうよトラップなんとか作りました。戻ってくるとここに多分うまくいけば入ると思うから、ちょっとこれで試してみよう。いたいた。さあ、このペガサスにまず攻撃をして、鳥も来たな。やばいぞ、プテラノドンが死にそうだ。誘導して、
なんとか入れていきたいんだけど、まずこっちの方に、逃げさせる。こっから入れるのはちょっと難しいけど、戻ってくるとき、多分ここのルートを通ると思うから、どうだ？これはうまくいけるんじゃないか？お、入ってくるか？来たぞ！おお、自ら入ったぞ！来たー、よし、急いで塞ごう。出る前に急いで塞ごう。ちょっとここは足場悪いけど、穴だらけで怖いんだけど。よし、急いでも適当でいいから、このチャンスは逃したくない。よし、これでまあなんとか塞いだ。逃げ道はないはず。いや、来たか、ついに。あとは狙うだけだね。ここは大丈夫か？ここはまあ大丈夫だね。テラノドンが出れないサイズであれば、まあ、ペガサスも出れないと思うから。さあ、じゃあ狙っていこう。降りるとき注意しないといけないな。よし。さあ、これで。このまあ一応、まあ魔法の弓矢作ったんで、この魔法の弓矢でいけるかな。よし。お、逃げれないぞ。さあ、仲間になるんだ。早い。早い、3発か。3発で気絶するのか。いや、だったらこれ、こんなの作らなくてもよかったかもしれないな。とりあえずまあ、餌をあげとこう。よし、木の実ない。木の実かな、でも。餌は何だろう。まあ、一応木の実入れといて。よし、とりあえず、新しい木の実持ってきたから、あげてみよう。でもどうだ？テイミングはできてないのか。木の実じゃないのかな。いや、でも減ってるぞ、木の実。キノコは食べてないけど。一応まあ入れとこう。そういえばカエルのサイドル作ったけど、カエルのことすっかり忘れてたな。でもペガサスのサドルはない感じだね。普通に乗れるのかな。あ、でもテイムできてる。あ、やっぱ木の実か。木の実っぽいね。よし、じゃあこれで仲間になるまで待とう。もう少しだね。木の実はもうなくなってないから。あ、ペガサスついに来たか。乗れた乗れた。サドルなしでも行けた。おー、ペガサス。いや、かっこいいな、やっぱ。伝説級の生き物ついに捕まえたか。速さはでもプテラドドンと同じぐらい。まあまあな速さって感じだね。まあ、でもこれ、角が明るいから、洞窟の中とかで、まあ役立ちそうだね。とりあえず拠点の近くまでやってきた。いや、ついにこいつ来たか。攻撃とか見てなかったけど、どんな感じなんだ？おお、まあ普通か。そんなやばそうな攻撃はないけど。でもやっぱこういった洞窟とか、やっぱ明るくていいね。やっぱ暗いと動画的にちょっと見づらいっていうのもあるけど、これだとまあ、結構ありがたい。明るくしてくれるのは。まあ、ただ冒険の途中で、やばい生物に狙われて死んじゃうかもしれないからね。まあ、冒険には連れて行かないけど。まあ、やばくなさそうな洞窟だったらまあ、行ってみよう。一緒に。まあ、そんなやばいとかやばくないとか、どうやって見極めればいいのかわからないけど、まあ、ついに初の伝説級の生き物、ペガサス、捕まえました。この調子で次回も何かしら捕まえていこうと思います。チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。